夢は魔法を超える力を与えることができる。親父にもぶたれたことないのに。2022年一つの後悔もない作品を届けたいんです。覇権を手にする。書くことの壁は書くことでしか越えられないんだ。アニメは何か。売れなければあなたはここで終わり。私負けません。勝利宣言。全部勝って覇権を取ります。覇権アニメ言い過ぎた。